はいどうも皆さんこんにちはこんばんはおはようございますアメルザスガワです。鎖をゴッドオブをやっていきたいと思います。さあ鎖を、なんか前回はね、人間を倒したらなんと、まあ、氷のね謎の怪物になってしまったと。今のじゃないのか、これか、これじゃない、ここだ、うん、ここだ、ここだ言ってますけど、ここだ言ってるけど、どういうことですか。あ、ここですね。はい、鎖を下ろせ。うん、あれ乗り気じゃない。やっぱ初めて人を殺してしまったからね、そりゃあね、眼内しますよね。あ、チラリズム、まあお父さんもそんな時あったよ。時間かけますね。牛歩アトレウス、鎖よ、うん、鎖、そうだった、すごいね、なんかこういう息子の心境、考えすぎるな、忘れろ、やらねば死んでいた。仕方なかったのは分かってるけど、うん、では帰るか。え、この程度のことで諦めるのならな。違う、僕は諦めてないし、やれるって。ただほら、少し休んでただけ。うん、いいよ、準備できた。すごい息子の成長過程よね、こりゃいいゲームですわ。さ、上に上がって、おい、あ、こういうの壊してもお金入るんだ。こっちになんか行けるお父さんな気がする。あ、行けないお父さん、行けないお父さんだな。ここは、ん、よく聞け、戦いを生き抜くためには敵に情けをかけるな、うん、この旅路は長く険しい、うん、哀れみを捨て戦士になるのだ。わかった、わかりました、わかったんで言ってください。何の声だ、なんか怖いぞ、大丈夫か。さ、うん、おう、山へ。また人間の声がする、なんだ、捕虜かなんかでもいいのか。うん、スバルト・アルフヘルムの難攻、ポケットしてねえでさっさと動け。どこだ、ほら行くぞ。あれか、あー、動物かなんかを引っ張ってんのか。おーおーおー、やめろやめろ、このトロい薄らバカが橋を渡ろうとしねえんだよ、うん、ふん、あの木に何か怯えてるからだよ。怯えてるだ、ああ、お父さんが凍らせろってことね。父上、橋の向こうにある木に斧を投げてみて、うん、あの幹が白い木、おい、やりましたけど、あそこね、僕を信じて、やってるけど、いや、お父さんやってんのよ、やってるけど何にもならんぞ。葉っぱがオレンジの白い木だよ、葉っぱがオレンジの白い木、橋の向こうにあるでしょ、あれか、失礼しました。うん、なになに、よくわかった、大したもんじゃねえか小僧、小娘じゃねえよな、名前はあるの。知らねえな、こいつが俺のを聞いてこねえんだから、俺の方から聞くわけはねえだろ、おじさんは、ブロック、ブロック、ベラロカン、なあおめえ、
どうせ信じちゃくれねえだろうがよ。おめえのその斧、この俺が作ったのよ。弟とな、あいつは傑作だ。だから俺たち兄弟以外にそれをいじらせねえこった。下手なやつが触ってみろ。取り返しのつかねえことになるぜ。礼と言っちゃなんだが、この俺がそいつを改良してやってもいいぞ。おお。でどうすんだ。くだらん、信じられんな。さあ行くぞ。いやいや、フォークの形をしたルーン文字が絵の下にある。ああ、ディガビギャドゥマバクロ。うん、これが弟と一緒にやってた頃の焼き印だ。その半分がこれだ、見ろ。ね、鍛え直してえのかしたくねえのか。いいだろう、鍛えられるならな。うん。こんなところで鍛えられんの。それでもう片方の焼き印は。そっちは弟が持ってる。だが腕がいいのは俺だ。あ、任せとけって。おっと、武器のアップグレード、ドワーフの店へようこそ。ここでは武器や防具のアップグレードや新たな装備品のクラフトも頼める。オッケー。ん、ブロックから貴重な資源、凍てついた炎を手に入れた。旅の中で手に入れた資源や資源で装備品のアップグレードやクラフトができる。リヴァイアさん、クレイトスの装備品にはレベルと能力値のボーナスがある。武器をアップグレードすることで武器レベルと筋力の能力値が上がり、全体のパワーレベルと能力値に反映される。うん、クレイトスの能力値とパワーレベルはここで確認できるよ。L3で説明を表示すると、はい、ルーンアタックのダメージはルーンを上げることで増やせる。うん、ルーンアタックのクールダウン時間はクールダウンを上げることで短縮できる。各能力値はそれぞれ異なる恩恵をもたらす。 L3 で隠す。装備品をアップグレードする際にはパワーレベルと能力値の上昇値が表示される。武器をアップグレードすることで武器をアップグレードって俺何回言った。今、能力値は永続的に上がると。 OK。 うん、アイテムカードの下に表示される必要なものね。よし、長押して OK。 リヴァイアさんアップグレードした新しいスキルが解放されたと。武器をアップグレードでいろんな技が使えるようになるってことか。うん、凍てついた炎をたくさん手に入れなきゃいけないんだね。うん、スキル取得。うん、横で新たな防具を作る。お、山賊のチュニックとイノシシの皮の片当て、これ2つ作れるね。この笑顔が鎧ってことなんだろうが。うん、で下も作る。そいつはなかなかの商品だ。おめえでも一日は持つ。あべ、装備するの忘れた。ちょっと待ってね。おい、装備してなかった。うん、これと違うわ、これだわ。山賊のチュニック俺いつ手に入れた。いつの間にか持ってたけど。あ、違う、今作ったのか。山賊のチュニックとこの、なんだ、同じか。同じ部位のやつ作っちゃったの、これ。うーわ、もう、ちょっと待って。うんうん。山賊のチュニックは防御力高いけど、こっちは筋力も上がるのか。いや、俺は防御を捨てる。筋肉おじさんになるんだ。さあ、スキルが解放されたけど、うん。これまた習得にお金がかかるのか。照準しながら R2 長押しでリヴァイアスに力をため、強烈な投げ矢の攻撃を放つ。命中時爆発を引き起こして霊気ダメージを周囲に与える。フリーズバースト、クリティカルスロー。うん、リヴァイアスを投げてヘッドショット、また敵の弱点に当てるとリヴァイアスが光を放つ。その瞬間に、うん、三角で呼び戻すと、続けざまに投げ攻撃または通常攻撃で爆発効果が追加される。へえ。なるほど。他は、
うん、ダッシュ中に R1 でジャンプ攻撃。ダメージを受けずに連続で攻撃するとリバイアさんが強化され、霊気ダメージが追加される。回避中に L を押しながら R1 で素早く斧で回転攻撃。トルネードスペン。まあ、これかな。周りにね、フリーズ効果を与える。あの木に隠れてた奴らが戻ってきやがったぜ。一応斧を試してみちゃどうだ。なるほど。いや、周囲にやるやつなのに全然一人で来ちゃった。これだったら他のにしればよかった。おい、ちょい待ち。おい。ちょっと待って。意外と早い。フリーズドライ。ここだ。結構狭いんだな。先にちょっと遠距離攻撃系を。おい、ちょい待ち。あ、溜めなきゃいけないのか。おーし、オーケー。おい、よいしょ。はい、スタンしろ。こいつのスタンを見たい。はい、死んじゃったよ。フリーズドライ。オーケー。めちゃめちゃ叫んでんな、このおじさん。他もなんかできなかった。これは山へと続く道か。アトレウスの防具。そっちに行きゃいずれつく。空中の敵を撃つと当たるダメージが当たる。アトレウスが掴んでいる敵の防御力が低下する。クレイトスが傷ついているときにアトレウスが命の石を見つけてくれることがある。他にはいらないか。他も、これは銀のお金が必要なのか。ここでね、はめられたからな。まさか防具が、ね、上半身2つだけとは思わなかった。オッケー。だけ大暴れしてこいよ。よし。めちゃめちゃ上機嫌になったね。行けるところが結構あるな。またね、ブロック。その子の名前考えとくよ。なんだとさって名前だぞ、ね。はい。なんだとさ、こっちに来やがれ。なんで行ったぜ。ちょっと待って。ここ先にちょっとここやらしたいよね。そうだ、ここで前回でここどうやっていくのって言ってたところにつながるのか。よし、けい、おぜぜを稼いで戦いから逃げたな。人間はいいが、その他の敵にはお前も戦わねばのたれ散るぞ。いいな、諦めたら終わりだ。分かった。よし、そこで試合終了ですよと。さ、待って、開けて。また戻ってきたの。戻ってきて、まあでも特にやることはないよね。さあ、さっきのとこ戻ろう。さあさあさあ、失礼します。他は特にないよね。こっちの、そこでもこっちも行けるんだよね。お父さんもいろんなとこ気になっちゃうな。こっから来たんだっけ。こんなところに。あれ、こっから来たのか。そうだそうだ。いや違うよね。違う、これは違うお父さんだ。こっちに何かあるお父さんと見た。降りられないお父さん。あら、降りられないお父さんだね。なんだこれ。それ強化のね、魔法の仮面、新たな工芸品セット。なるほど、下はさっきいたところか。 OK、 理解。じゃあ行こう。さあ開けます、凍らせます、進みます。オーケー、ありがとう。この下、ちょっと待って待って、この手前になんかあるような気がする。ない、
なかった。そんなお父さんな気がしたが、気のせいお父さんだったか。しつこいね、ごめんね。ここから通れそう。こりゃ罠だな。こっちだ。ここを開けてって。さあ、いた。なあ、これもうちょっと開けないといけない。なんだ、そーっと通っていくのかなと思ったよ。こういうところにもアイテムがあるのか。ここすごいね。これはぐるぐる回せってことか。回していいところで凍らせろっていうことで。オッケー。もっと上がる。ここでさ、終わりか。よし、待っていろ。ちょっと待って、これさ、こうすりゃいいんじゃない。これね、あ、こっち来ちゃうのか。おい、あばよ。さ、おい、んで通らせて。あ、でも落とすとあれか、経験値とかが全部手に入らなくなるのか。そいつは嫌だな。おい、刺され、どんどん。そ、アトリウス、そこ、そ、そいつどうにかして。よし、経験値、お金はもらう。よいしょ。おい、さあさあ、気をつけてる、放ってください。さあ、オッケー。こう、そっち側はどうやっていくんだ。あ、わかった。お父さんはね、お宝センサーがすごいから。はい、早くリンゴ来てほしいんだけど。リンゴ2個あと手に入れれば体力ゲージ上がるから。ちょっと待って、あの軟膏をやたら手に入るんだよさ。お金が足らないんだよな。おい、で凍らせる。さっき、お宝、お宝、おぜぜ。ここはどうすればいいか。戻して、これを急いで向こうにやんなきゃいけない。さあ行け。よし、やべ、息子が死ぬ。一応凍らしとくか。オッケー、大丈夫だね。ここなんかありそうだな。でも大丈夫か。さ、魔法の仮面、この上絶対私いけると思うんですよ。これでほら、ヒヤヒヤしちゃったんじゃない？おい、またどっかに3つの文字があるんだな。さあ、銀のかけら。ここから降りられるな。でもこっから来たんだよね。あと2つ。R と N。その裏に1個あるね。あれはどうやらいいんだ？これまた下からもう一回行くってことか。よいしょ。さ、またここだ。あ、N。そこにある。オッケー。
で、ここにもう一個あるんだよね。いた、あーだ、あだだだだ。これは上から行けばいいのか。ちょい。これを。こっちから。で、こっちだ。あ、見える見える見える。ここか。わかった。オーケーオーケー。これ結構難しいね。ここで、あー、いや、むずいな。これどうすればいいんだ。ちょうどいいところがあると思うんだよな。見える。もどかしい。この時間がもどかしい。どっかで、ここで上げるんだ。はい、オッケー。冴えてる。さあ、お宝ゲッチュください。これは何？レジェンド。血の蜜種。レイジの最大値を上げる血の蜜種。また三つのうちの一個だよ。もう一個くれよ、一個でも。こんだけめんどくさいことしてようやく手に入れたんだから。ご苦労様ですってね。上げてやってもいいんじゃないの？うん。山の近くに来たのは初めてだ。すごいね。母上も一緒だったら。行くぞ。いや、肩ポンってやってあげりゃいいのに。これは？さあ、いくらな、いつになってもでも山輪がほんのちょっと近くなってくだけだね。何かな？おい。うん。見て、横にルー文字がある。なんだ？内容は？我が1、2となり、3となる。我は1人にあらず。謎かけ？うん。手がかりはないのかな？うん。これぐるぐる回して文字合わせるってことじゃないの？どうやったらどうやってやるんだ？あの輪っかは回転するんじゃないの？それ思うんだよ。でもどうやって回せばいいのっていう話なんですよね。とりあえず今は何もできないね。先に進もう。え、あら、あ、ここか。これで、輪が回転した。おっと、これで見えたところを凍らせるみたいな。え、あー、これで合わせてくるのね。ここ、あ、戻すの三角だった。ワクワク、ワクワクしてますね。と、おお、あー、微妙違う、微妙違う。え、なんかずれてってるけど、回転速度が変わってるけど、むずいし。ほい、今、え、それも考えてやんなきゃいけないの？この回転速度も跳ね返されるし。ちょっと待って。ここ。あ、ここか。これでようやく見るのか。あ、くさ。あ、あ、あ。あ、あ。よしよしよし。これだね。ここ。こ
これをうまく見て、クマです。おいで、ここだ。よし、あ、うまく合わされば、あ、勝手にできた。おい、なんと書いてあるのだ。うん、おい、クリスピー。家族って書いてある。手がかりじゃなくて答えなんだ。我は一人にあらず。うん、ね、ナイフで砂の中にルーンをかけ。本気？キンスロー。何か起きてる。やったね。どういうこと？どういう仕組み？クロックに会えてよかったけど、うん、もうここには来たくないな。もう忘れるんだ。うん、人殺してますからね。これは魔法の仮面。魔法の仮面は何に使うの？上に何かある。うん、ここはまた回復があるってことは何かいるってことじゃない？上に何かある。これはどうやって普通に上がってきゃいいのかな。あ、こっちか。お宝もしくはお金ございませんでしょうか。足跡だ。うん、イノシシかな。どうだろう、追ってみる。行け。急に狩り始めちゃった。戦士として技を磨くことは不可欠だ。これ息子成長パートですね。あらら、お久しぶりです、ドレナ・ダウディ。あれ、あのアイスは違うね。ダウディ・カウプマードルではないね。よく覚えてたな俺。なんだなんだ。ってことはこれ凍るんじゃないか。よしよしよし、さあ火を出してみろ。ここだ。よしよしよし、これでやめさすことができるのか。はい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 、もうちょいゆっくり、もうちょいゆっくり、もうちょいゆっくりちょうだい。おいおいおい、なんかまた影の化身が、俺もいるんだぜみたいな。ここは協力し合うべきだろ、さっきやられてたんだから。おい、やっぱ弱点顔かな。顔、あ、なんか C ってある。おい、今はそれどころじゃないみたいな。おい、あら、今は壊せないの。お父さん怒ったぞ。お父さんパンチ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 、お父さんパンチ。はい、お父さんアタック、ミラクルお父さんアタック終了。さあこれ効く？あ、効くね。よいしょ、保管に、えい。また影の化身がいるな。いたいたいた。へえ、あいつで少し怪我したら回復するみたいなことか。さあお父さんお怒り。よいしょ、これでも速攻で決める。さあスタンチを、スタンチを上げろ、スタンチを。あーダメだ、さすがにスタンできないか。やばい、殺される。こいつらをやってくれないかな。巻き込んで殺してくれるとありがたいんだけど。いた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 。よし、ちょっと待ってな。よし、オッケー。さあいろんなもん落とせ、経験値、スパルタンゲージ、なんでも落とせ。やっぱ近接の方がダメージがでかいんで、それとか。はい、収益気をつけて。収益気をつける。この持ってるやつは凍らないのか、やっぱさすがに。ちょっとちょっと無双、無双状態。ちょ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 長っ。
よしよし、もうちょいで倒せる。オッケー、また来た三国武装、武装ゲージ満タン状態が来た。よいしょ、どうしよう。オッケー、はい、パンチ、炎でドン、鼻を、あら倒したね。倒したってレベルじゃないでしょこれ。フラフラする。お、ヘビールーンアタック、イーバルディの鉄章、強力な範囲攻撃で範囲内の敵を凍らせる。うん、これで、あ、凍らせることができると。ただ経験値が足りません。経験値くれ、たくさんの経験値を俺にくれ。お、あったあったあった、例のごとく CR へ。ルーン解除は運命、良いことなどないな。あれだよね、これでも壊せないよね。壊せた、あと1個どこだ。この中にありそうな気もするが、いや、動物の鳴き声だ。これはない、こっちだ。動物のイノシシなんかどうだっていい。あ、あそこ行っちゃうともうリセットされちゃう。オッケー。んで、あと1個、これで微妙にこれ落ちてくんだよね。あ、順番通りにやらないといけないのか、そういうのもあったのね。よし、オープンザお父さん来た。イーズのリンゴ、あと1個、さあ行こう。なんかあるかい。さあ、飛び降りるときのこのふわーっていう飛び降り方かっこいいよね。待て待て、イノシシだ。イノシシの皮は熱い、弓を引き絞る、いつでもいいぞ。お、これまた頭に当たったのに。ちゃんと引き絞って撃ったけどダメだ。魔法のイノシシかな、うん、どう思う。あんなイノシシ今まで見たことない。ならば追うんだ。さあ、魔法のイノシシを見つけたので今回はここまで。次回もお楽しみに。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。ではまた。